はい、皆さんこんにちは、邦楽洋楽のカバーをやってますサンデーサーティンと言います、先ほどはモノフォビアの皆さん素晴らしい演奏を聴かせていただきましてありがとうございました。まずはご挨拶代わりに1曲演奏させていただきます。曲は奥田民生が1998年、今から約20年前ですね、リリースしました初期の作品でさすらいという曲をやります。では聴いてください。決めてるわけではなくて、メンバーそれぞれやりたいと思った曲をみんなでカバーするというスタイルでやってます。今回 あのホットラインライブでは邦楽を2曲用意させていただきました。では次の曲、最後の曲ですけれども、先ほどのさすらいの約10年後2010年に斉藤和義ですね、和義じゃなくて和義によってリリースされましたずっと好きだったという曲です。この曲は皆さんもご存知の人多いと思うんですけども、同窓会で再会した昔のクラスメートに告白するっていう、歌詞が有名なんですけれども、実はサビのコーラスのアレンジが、とても印象的なのでメンバーがみんな気に入ってる曲です。では聴いてください。今日はサンデーサーティーンの演奏を聴いていただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。サンデーサーティンでした。